ではでは購入品紹介をしていきたいと思います。少し遅くなりましたが、画面前のあなた、こんにちは。ベーカーズチャンネル、そしてね、パン研究家の内橋でございます。本日もよろしくお願いいたします。というわけでですね、本日は富澤商店さんにお伺いさせていただきね、商品、食材を買ってきました。こちらをですね、皆さんに紹介していきたいと思います。まずですね、最初に皆さんに伝えたいのは、いつも行ってね、すっごい滞在時間が長くなる、これですね、製パンだったり製菓をご自宅で作られてる方あるあるじゃないですか。店舗行くとすごいね、やっぱりこう商品が実物として置かれてる、それをこう囲まれてる状態で一個一個見ていける、そういったですね、楽しさがあるんですね。でね、久しぶりにですね、ちょっと天王寺の方にある店舗に行かせていただいて、商品をですね、しっかりと見ながら購入させていただいたんですけど、やはりですね、粉はね、重たいですし、こちらのですね、富澤商店さん EC サイトですね、通販もされているので、そういったところで買うと、やはりですね、届けていただけるっていうのはメリットです。ですが、やはりこう実物のものを見ながら、こういろいろとこう悩みながら、あ、こんなあるんだとかっていうのを楽しめるっていうのが実店舗での購入だと思うんですね。ですので、なかなかですね、今のご時世行きにくいところはあるんですけども、機会がありましたらね、ぜひ一度行ってみていただきたいなって思います。そしてね、その際にですね、お声掛けいただいた視聴者の皆様、ありがとうございました。とても嬉しかったです。はい、ではね、早速ドドンと、そしてババンと紹介していきたいんですけど、まず2つですね、強力粉を買いました。こちらですね、もう有名ですよね、春よ来いになります。国産のですね、北海道小麦を使ったですね、強力粉になるんですけれども、これはですね、単純に私とても好きです。何が好きかと言いますと、やはりですね、この食感、しっとりソフトに仕上がりつつですね、しっかりと小麦の味っていうのが味わえるんですね。こちらにもね、書いてあるんですけど、タンパクが 12% ですので、強力粉の中ではそこまで高くはないです。タンパク量が13のやつとかに比べると、やはりボリュームは出にくくなるんですけれども、これぐらいの方がある程度目が詰まってね、私は好きなんですね。そして次にこの回分率が 0.45 なんですけど、まあ、これはね、パンの味の部分、悪く言えば雑味なんですけども、よく言えば小麦のね、こう中核の味の部分になります。ですので、私はこれがある程度高い 0.4 以上ぐらいのやつを好んで購入してます。そういったところからですね、私は春よ来いをこよなく愛しております。このですね、小麦の良さっていうのは本当にですね、伝えることが私はね、得意ですので、ぜひですね、案件などお待ちしております。これはね、本当に変な意味じゃなくてね、こう商売とかじゃなくて、純粋にですね、もっとですね、この春よ来いを皆さんにね、知っていただきたいと思うんですよね。めちゃくちゃ美味しい小麦なんで、まあ好みでもあるんですけどね、私は愛してます。そしてね、次に紹介するのがこちら、北の香りでございます。これもですね、もう言わずと知れたですね、超有名な国産強力粉になるんですけれども、こちらがですね、先ほどの春よ来いよりもタンパクが 0.5 少ない 11.5 になってまして、回分は逆にちょっと高めです。ですので、こちらの方がしっかりとした小麦の風味が効いております。ですので、よりですね、小麦の風味を感じたいと思われる方だったり、そういったパンが好きな方は、こちらの北の香りをおすすめいたします。私の中ではこのですね、北の香りとこの春よ来いが、国産の強力粉の中ではですね、本当にもう5本の指に入る2種類になっております。これ以外のね、3つもね、また今後ね、紹介していきたいとは思っております。そして次に紹介いたしますのがこちらです。チョコチップになります。シンプルなこのブラックチョコレートとホワイトチョコレート、2種類買いました。まず、なんでチョコレートを買ったっていうところなんですけれども、まあ皆さんもうお分かりだとは思うんですけども、バレンタインが近いっていうことで、バレンタインにね、ぜひ送ってほしい、作ってほしいチョコレートのパンをね、何点かレシピで紹介したいと思いますので、このチョコレートを買いました。そしてなぜチョコチップにしたかと申しますと、例えばですね、バローナだったりカレボーとか、いろんなですね、とても有名なチョコレートがあるんですけど、これらを準備するのってなかなか難しいし、わざわざ富澤商店さんにお伺いしたりとか、あとはネットで買ったりとか、カルディさんに行ったりとか、そういったことをしないといけないですし、手に入れることができない方も結構おられるんですね。ですが、このチョコチップであれば富澤商店さん以外にも売ってると思うので、今回はこのチョコチップを購入いたしました。ですので、このチョコチップ2種類ですね、ブラックとホワイトチョコレートを使って、ぜひですね、バレンタインに作っていただきたいチョコパンをですね、今後2回3回ぐらいはね、紹介したいと思っております。生放送の YouTube ファン教室でもね、1つ作りたいと考えております。乞うご期待ください。そして次ですね、こちらになります。生のカシューナッツになります。こちらはですね、カシューナッツとチョコレートを合わせたいと思いまして購入いたしました。少しですね、やはりナッツですので、値段、価格は張るんですけれども、非
非常に美味しいですね、パンが作ることができますし、パンとの相性、そしてね、チョコレートの相性も抜群です。ぜひですね、皆さん、普段クルミは使ってるんですけども、それ以外のナッツ類使ったことがないよっていう方とか、まだナッツ類を使ったパンを作ったことなくて、初めどういったナッツを入れてみようかなっていうふうに悩まれてる方、このね、カシューナッツ、非常におすすめです。本当にね、癖もないし、食べやすいし、先ほどもお伝えした通り、パンとの相性もいいんで、そういった方もですね、ぜひですね、一度は試していただきたい、このナッツになっております。今思ったんですけどね、私ね、これ見ながら、こういったですね、この商品の解説とか、あとは原材料だったりとか、もうカシューナッツとかこういうナッツであれば、こういうナッツをね、見ながら、私ね、ブレイクタイムできます。マジで。30分ぐらいは。そして最後にはなるんですけれども、こちらですね、1、2、3、4、5、6点目になります。桜の塩漬けになります。桜の花、桜花って呼んだ方が正しいのかな。ちょっとですね、読み方は桜の花か桜花かわからないんですけれども、そちらをですね、塩漬けにしたものになっております。こちらはですね、視聴者さんからこちらを使ったですね、レシピを教えていただきたいっていうところをですね、ご意見いただき、まあリクエストいただきですね、3月がですね、やはり桜のシーズンになりますので、バレンタインが終わったぐらいにですね、こちらの桜の塩漬けを使ったですね、パンを、まあ2個ぐらいはね、紹介できれば良いなと思いまして購入させていただきました。これを使うことによって季節を感じるパンを作ることができると思うんですね。ですのでリクエスト、コメントくださったですね、視聴者さんは非常にね、優秀だなって思いました。私もですね、しっかりと動画をですね、提供させていただくとき、レシピを皆さんにお伝えさせていただくときにですね、なるべくそういった季節感もですね、今後ですね、取り入れていきたいなって思っております。本当、貴重なご意見ありがとうございました。まだしばらくね、先のお話はなるんですけれども、今後ですね、こちらを使ったレシピ紹介させていただきます。というわけでね、本日は 1,2,3,4,5,6 点、以上6点をですね、購入させていただきました。2021年の富澤商店さんでの発売になっております。この2021年もね、ガンガンパン作っていこうと思いますし、特にまあですね、緊急事態宣言が出てる都道府県ございます。そしてやはりですね、自粛期間も続いておりますので、ぜひですね、この機会に自家製パンを作っていただきたいなと思いますし、あとですね、まだ自家製パンを試したことない方、作ったことないよっていう方はですね、ぜひこの機会にね、トライしていただきたいと思います。そして去年2020年の第1回目の緊急事態宣言、そしてね、自粛期間があったと思うんですけど、その際にパンに挑戦されたけど、いやー、パンってめっちゃ時間かかるやん、大変やし、大して美味しくもできないしっていう風にね、思われた方結構多いと思います。そしてね、やめられた方もね、結構多いと思うんですけども、私のね、このチャンネルではなるべく手間をかけず、そしてね、楽をしてでも美味しいパン作りっていうですね、レシピをメインで紹介しておりますので、ぜひね、もう一回チャレンジしていただきたいと思います。本当にパン作りっていうのは、いろんな作り方が合うし、その作り方の方法が合う合わないっていうのは十人十色です。ですので、ぜひですね、皆さんに合うパンの作り方をですね、この機会にね、知っていただきたいなっていう思いも強く持っておりますので、ぜひぜひ再挑戦してみてください。このね、熱い思いが逆に熱すぎるかなって思うんですけど、皆さんにね、伝わりましたら幸いでございます。というわけで、本日も最後までご視聴ください。ありがとうございました。こちらのですね、富澤商店さんは、このようにですね、私すごいですね、いいよっていう風にですね、絶賛しておりますが、案件動画とかでは一切ございませんので、純粋にもうありがたくですね、いつもですね、こういった食材を購入させていただきですね、日々の自家製パンライフがですね、より良いものになっておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。この動画がよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆様、引き続き自家製パンライフをお楽しみください。じゃあね。バイバイ。